アンフィフォープルコの吉田です。今日はグラデーションからやっていきます。もともとベースが明るく、毛先の方が明るい、まあ、前もグラデーションをした方なので、今回は、カラーは2回染めをして、でその上で仕上がりを作っていきたいと思います。で巻く仕上がりはちょっと外羽系のちょっと切りっぱなしになっている状態なので、それで仕上げていきます。ではどうぞ。いかがだったでしょうか。カラーリング自体ちょっとこう茶色みを取りたいとか黄色みを取りたいっていう場合は、どちらかというと少し暗めにはなってしまうんだけど、グレー系とか、アッシュ系のカラーで染めてあげると結構透明感とかも出やすくて、綺麗な色が出ると思うので試してみてください。概要欄の方にインスタグラム、ツイッター、フェイスブックページの方 URL 載せておくので、もしよかったら見てみてください。